人生は変えられる石井隆です。今回は高校3年生のための1分間勉強法ということで、高校3年生で勉強して人生を変える方法についてお伝えしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画であなたが得られる未来、それは志望校に合格するという未来です。僕は高校2年の時に瞬間記憶をマスターして偏差値30から70になりました。そして高校3年生の時には Z 界の慶応模試で全国1位になりました。にもかかわらず本番の試験では全部落ちたんです。あまりにも勝負弱すぎます。今回はその反省点も踏まえて、志望校に合格したい、夢を叶えたいという方の動画になっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。まずは結論からいきましょう。高校3年生で人生を変えるための3つのポイント。その1、志望校のゴールデントライアングル理論を知るということです。ゴールデントライアングル理論、それは3校の志望校を決めていくという理論です。大学受験では3校たす3校の6校を受験するのが一番いいと思っていますので、志望校の決め方についてお話していきます。その2、過去問を10回解くということです。過去問を10年分だけやるでは足りないです。過去問を10年分10回やることが重要です。いかに過去問が大切なのかをお話していきます。その3、受験の本当の勝負は12月、1月、2月だと知るということです。12月になってペースダウンをして僕は受験に落ちたんです。僕は8月の模試が全国模試1位で、12月にペースダウンをして落ちたという最悪なパターンでした。12月になってからが受験の勝負だと思って頑張りましょう。次に、この動画はどんな人にとって有益なのかというと、大学受験を考えている高校3年生、勉強ができないところから逆転合格したいという高校3年生、人生を変えたいという全ての方、高校生から大人の方までです。なぜなら高校3年の1年間で志望校に行けるかどうかの人生の分かれ目が訪れるからです。高1高2でどこまで頑張ってきたとしても、高校3年生の1年間でダメになってしまっては入試で落ちてしまうんです。意外と多いのが、高1高2頑張ったんだけれども高校3年生で学校を辞めてしまったとか、そういった方も多いんです。この3年目っていうのはとても重要なので、この3年目の過ごし方をお話していきたいと思います。実際に僕自身、8月の全国模試で1位だったにもかかわらず、どんどん成績が急降下して落ちました。全国模試1位なのに入試本番で落ちた男ということで、多くの教訓をあなたに伝えられるんじゃないかなと思っています。なぜ今回高校3年生のための1分間勉強法について話すのかというと、僕自身が高校3年生で天国と地獄を経験したからなんです。天国は Z 界の慶応模試で1位ということですね。他に僕、早稲田模試でも全国6位があったりとかして、本当に模試に強かったんです。でも本番には弱かったんですね。全国模試でトップクラスなのに入試本番で落ちるって一番バカバカしいんですよ。僕は合格確率は 80% だったんです。僕は早稲田の政経、早稲田の法学部、早稲田の商学部、慶応大学法学部、経済学部、商学部と全て合格確率は 80% と模試では出ていたんです。にもかかわらず全て落ちました。これ全て落ちる確率を計算したんですけれども、なんと 15,625 分の1という計算でした。この確率で落ちたんです。 15,625 分の1でしか全てに落ちることができないにもかかわらず僕は落ちたんです。なので、こうすれば落ちなかったのにという方法も編み出していますので、今回お伝えしていきたいと思います。こちらの1分間勉強法なんですが、高校3年生で手に取るという方も多いんです。ですが、やめてください。デンジャラスです。危険思想が詰まっています。いきなり成績が上がる方法がいっぱい書いてあるんです。この本を高校3年生で見たらどうなるかというと、石井隆にかぶれます。宗教のように、もうこの本がなければ生きていけないというふうになってしまう方も結構多いんです。ですが、勉強法っていうのは高1高2で仕入れておいた方がいいものなので、高3でこの本に当たってしまうと石井隆にかぶれちゃうっていう人も多いんですよね。特に高校3年生の12月にこの本を手に取ってしまうと、もう浪人したいなという気持ちになってしまうので、危険な本だなと思っています。今回のこの動画は1分間勉強法の本とは関係ないことをいっぱい喋りますので、楽しみにしていてください。それでは人生を変える3つのポイント、一つ一つ見ていきましょう。1、志望校のゴールデントライアングル理論を知るということです。このゴールデントライアングル理論って何かっていうと、黄金の三角形ということです。まず志望校を1校決めます。そして似たような傾向のところをあと2校決めていく。これで1つのトライアングルが完成します。3校の志望校対策を同時にやってしまうという方法論なんですね。そしてもう1つ、
違う入試傾向でゴールデントライアングルを決めていく。そうすると6校を受けることができるんです。志望校対策っていうのは6校が限界です。瞬間記憶をマスターして全国模試1位だった僕でも6校の対策が限界だったので、あなたもきっと6校が限界のはずです。あなたの体は1つしかないので6校までしか志望校対策はできないと思って志望校対策に取り組んでください。僕がなぜ失敗したのかというと、慶応大学経済学部、法学部、商学部、そしてもう1つのトライアングルが早稲田の政経、早稲田の法学部、早稲田商学部っていう全く関係なさすぎるトライアングルを組んでしまったからなんです。もし僕が慶応3校そしてもう1つ慶応3校とかだったら多分勝てたんじゃないかなというふうに思うんですね。なぜ僕は慶応に行きたかったのに慶応と早稲田を3校ずつ併願したんだと。これはですね、早稲田模試でも全国トップクラスだったんでどっちも行けるんじゃないかなって思っちゃったんですよね。でも行きたいのが慶応だったんだから慶応だけにしとけばよかったと今でも後悔しています。何学部に行きたいかってこだわる方いるんですけれども、もちろん弁護士になりたいんだったら法学部とか、決まっている人は法学部でいろんな学校を受けるべきです。ですがそのやり方ってとても非効率です。それよりも入試傾向が似ている、そういった同じ大学の違う学部を3校受けた方が受かりやすいんですよね。僕が考えているのは結局も受かればどの学部でもいいなと思ってます。どうせどの学部に行っても勉強しないんじゃないかな。僕自身経済学部に行きましたけれども毎日麻雀ばっかりしていて全然勉強しませんでした。まあ、これは特殊な例かもしれないんですけれども、大学に行ったからといってその学部の勉強をするかどうかは限らないんです。僕は経済学部に行きましたけれども毎日のようにアナウンスメントの訓練をしていて、アナウンサーになるための勉強ばかりしていたので結局経済は全然勉強してません。ですが経済学部を修了したということなんです。なのであなたが今行きたい学部があったとしても、その学部に行ってその学部の授業を受けたいかどうかは行ってみないとわからないんです。もし嫌いな先生がいたらその時点でその授業を受けたくなくなるという可能性もとても高いです。大学受験はとにかく受かることが一番の最優先なので、そのために入試傾向が近い学部を3つ選んでゴールデントライアングルを形成していく、これが一番いい受験対策だと思っています。その2、過去問を10回解くということです。過去問対策が重要だって言いますよね。本当に重要です。過去問がどのくらい重要かというと、もう過去問対策さえしてればもうあと他あまりやったっていいんじゃないの、そのくらい過去問が重要だと思ってください。で、同じ問題を何回も解くことが重要なんですが、具体的に言えば10回解くということが重要です。志望校の一つの学部があったとしたら過去10年分の問題がありますので、過去10年分を10回解くんです。もうこれだけで時間かなりいっぱいいっぱいです。3校対策をしたらもっといっぱいいっぱい、6校対策をしたらもう限界です。勉強スピードが多分日本で一番僕早かったなという自負があるんですけれども、日本一速いスピードを持った僕でも6校の対策が限界でした。傾向と対策が染み付いていると知らない間に答えがどんどん分かるようになっていくんですよ。だんだん10回くらいやってると問1は3分30秒でできるなとか、問5は7分かかるなとか、時間感覚も自分の中で分かってくるようになるんですよね。多いのが早稲田には受かるけれども慶応には落ちたとか、逆に慶応には受かるけれども早稲田には落ちたという人も多いんです。もちろん模試に関しても全部受けた方がいいです。代々木ゼミナールの模試、東進の模試、河合塾の模試とか全部模試も受けていくことが重要になってきます。体は一つしかない、そんな中で志望校対策は6校が限界、その6校に関して過去問を10回ずつ解いていく、このくらいやって初めて志望校に受かるんだなというふうに思ってください。高校3年生の時の僕の反省点としては、過去問を 1,2 回ぐらいしか解かなかったんですよ。だから落ちたんじゃないかなと。浪人してから僕は過去問を10回やりました。だから受かったんじゃないかなと思っています。その3、受験の本当の勝負は12月、1月、2月だと知るということです。僕の場合は受験勉強をものすごく頑張って8月にピークを持っていてしまいました。8月に全国模試で1位、その後どんどん成績が落ちていくという形だったんです。特に僕が一番反省しなければいけないところ、それは12月です。では12月に何が起きたのかというと、僕は二浪生のカウンセリングを朝から晩までしていたんです。当時僕は東進ハイスクール町田校にいたんですけれども、東進ハイスクール町田校に行くとなんか行列ができてるんですね。何の行列だというと、石井詣が行われているということだったんです。僕の勉強法を知りたいという人が行列をなしていたんですね。なんか今とやってることはあんま変わらないような気がします。ではなぜ僕の勉強カウンセリングがそんなに人気になってしまったのかというと、僕の友達で市塚くんという男の子がいまして、その市塚くんっていうのが全然有名じゃない高校に通っていたんです。
その一塚君に僕が勉強を教えたら3ヶ月で偏差値が70になったんです。英語も世界史も3ヶ月で同時に偏差値70になったんですね。で、僕家庭教師をやっていた時もですね、3ヶ月で英語、数学、国語同時に偏差値70にするっていう、そういう離れ技を当たり前のようにやっていたんです。で、同じようなやり方を一塚君に教えたところ、本当に偏差値70になってしまいました。石井が偏差値70なのはやっぱりもともと頭が良かったのかもしれない。でも、あの一塚君が偏差値70になったのは、それは石井の勉強法に何か秘密があるはずだということで、それが浪人生の間に噂になりまして、石井詣でが行われるようになってきたんですね。僕は本当は受験勉強しなきゃいけないんです。高校3年生なんで、まだ受かってないんです。でも、その二浪生が僕に何て言ったか、石井は絶対受かるから大丈夫だよ、石井は 100% 受かるよ、だから俺の面倒を見てくれって言われたんです。で、僕は二浪生って僕より2個年上なんで、まあ年長者の言うことは聞くべきだなと思って聞いていたんですけれども、今考えてみたら、ちょっと待ってください、二浪生っていうのは2回も受験に失敗している人たちなんですよ。その人たちの言うことを正しいと思ってしまう、この感性が僕はやばかったなというふうに思っています。それまで僕は友達を作らないでずっと勉強だけをしてきたんです。だから初めて僕が人から必要とされたんですよ。そのタイミングが高校3年の12月だったんです。で、僕は高校3年生の12月とても嬉しかったんです。だって人から必要とされたことがない、こんな僕が必要とされている、二浪生からこんなに必要とされているんだということで、多くの人に勉強のやり方を教えていたんですね。そして朝から晩まで二浪生に勉強を教えていたことによって、僕自身全然勉強ができなくなって、入試本番では落ちるという、そういう結末だったんです。もう何をやっているんだ俺は、と。なんかつい僕、自分のことはさておいて世のため人のために頑張ってしまうという傾向がありまして、これが僕の失敗パターンの一つなんですよ。例えば僕のこの失敗パターン、何があるかっていうと、会社を起業してせっかく1億円以上稼いだにもかかわらず、世のため人のためにソーシャルネットワークの心プラネットっていうのを作ろうと思って8000万円つぎ込んで、結局借金2000万で終わるというね。世のため人のためにお金を使って、結局僕が借金を負う。そして僕は1分間勉強法がヒットして、印税で8000万円入ってきたんですね。で、これを自分のものにすればいいじゃないですか。しかし、せっかく皆さんからいただいた印税なので、これは世のため人のために還元しようと思って、受験生のために1分間英単語アプリっていうのを作ってしまったんですね。それで失った金額が8000万円です。もう何をやっているんだと。毎回世のため人のために自分の体を使って自分がダメージを食らう、これ何回も繰り返してるんで、そろそろやめた方がいいんじゃないかなと思ってるんですが、なんかこれ勝負みたいなんですよね。今回この YouTube 動画を撮影しているのも、本来僕作家なんでいっぱい本書かなきゃいけないんですけれども、その時間よりもこうやって無料で皆さんに何かを提供することによって役立てればなというふうに思ってやっております。なんかこの習慣あまり変わってないのかもしれません。で、あなたに言いたいんですが、高校3年生の12月からが勝負ですよ。高校3年生の12月、1月、2月に頑張ったかどうかによって受験で受かるかどうかが変わってくるんです。ぜひ直前期だけは世のため人のためとならずに、自分のために時間を使う、これが僕なりの教訓です。今回は高校3年生のための1分間勉強法から人生を変える3つのポイントをお伝えしました。1、志望校のゴールデントライアングル理論を知る。2、過去問を10回解く。3、受験の本当の勝負は12月、1月、2月だと知るということです。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。